あなたのような方を待っていたの。よろしくね。あ、はい。何がどうしてこうなったか。まあそんなのは些細なことだ。僕は前世では夢物語だった魔力という圧倒的な力を手に入れた。それはお互い様よね。罰ゲームで告白してきたシド影の君。ヘタレのお前にいい店紹介してやるよ。いい店ってキョロ君。待ってて、シド。お姉ちゃんがすぐ。試合開始の際あなたを侮っていたことをお詫びします。今こそ48の奥義を見せる時。七影に伝えろ、決行は今夜だ。主人公でもなくラスボスでもなく、物語に陰ながら介入し実力を見せつけていく存在。夜が明ければ全て終わっているのだから。影の実力者に。おとぎ話の世界に旅立ちましょう。何かしらこれ。この国で勝手なことは許さない。あの美しい剣。我らはただ我らの道を行く者。彼の覚悟に我々も応えなくてはならない。私はこの剣が我らシャドウガーデンの邪魔をする。真の最強をその身に刻め。これぞ我が最強。 I am